俺と一緒に歌おうか。ボンカルとファイナルのみのリサイタル、昭和ヒットライマー公共楽団、俺と一緒に歌おうか。 HISC、HYMEここ来るの、いつぐらい、いつぶり？5年ぶりです。前来た時って2018年、9月2日、うん、どう？5年ぶりの野音やばいなあ。いいですね、やっぱ上がるわ。思い出す、思い出す、思い出すっていうか野音って感じの興奮。こっち今お客さんがいないから、うん、ガランとしてるから全然景色が違う、うん、こっちかな、思い出すのこのステージ、うん、これ唯一無二じゃないですか、うん、一人になって初めてだったから、うん、めちゃくちゃ広いわけで、で別に舞台装飾もなかったから。そうだよね、一人だもん、うん、すごくいいですね、めっちゃいい。でもさ、なんかとても3000キャパとは思えない、もっとちっちゃく見えるんだよね。ギュッとしてるってこと、要はホールとも全然違う形だから、なんかね、ホール感覚で言うと1300ぐらいのキャパに見えるんだけど、でも3000入るんだよね。横広でしょ、すごい横、あ、そうか、ワイドか、だからステージのでかさは全、そうよね、でかいもんね。15周年の場所をずっとどこがいいんだろうって考えてたけど、ここ大正解だと思う、うんうん。